ド激辛ジョニス、今日も見直しに火をつけちゃうぞ、やってきましょう。はい、これは川崎にいるんですけども、今回は激辛中華ということで、コーラン川崎店さんに来ております。中華料理いろいろな辛いものがあるんですけど、ここで一番辛い激辛麻婆豆腐みたいなのを、今回チャレンジしていきたいかなと思います。最近はね、ほんと寒くなってきてね、まさしく激辛食べて温まろうという季節でございます。それでは早速行っていきましょう。コーラン、それでは早速中入ってきたんですけども、これメニュー表を見るとね、もう様々な中華料理が、名を連ねてます。揚げ物やら麺類やら、ご飯物、そして、中華料理には欠かせない北京ダック、これは本格中華極まりないということで、で今回ですね、こちらの麻婆豆腐を、いただくことになるんですけど、こちら辛さ増し、辛さ増しをして、辛さレベルマックスで注文させていただきました。こちらの麻婆豆腐で激辛バトルしていきたいと思います。コーラ来ました。こちらの激辛麻婆豆腐、辛さ増しマックス、おっすツンとした感じです。そして中華料理独特のホワジャオのしびれの匂いが、スパイスは効いてますね。これはいただきます。さあ、コーランさんの激辛麻婆豆腐、お手並み拝見ですよ。コーラン、これはあらまあ、ちょっととろみのある麻婆豆腐ですね。ほら、このように、美味しそう。しっかり辛いんですけど、このひき肉の香ばしい香りが口の中にふわーっと広がり、まさにコーラ、これはいい、美味しいね、これデリシャス、これうまいわ、たまりませんな、これはうま辛い。ちょっとご飯も絡めていきましょう。ご飯にこの麻婆豆腐をホールインと、この絶妙な黄金のバランスいただきます。さすが店名に香るという文字がありますが、しっかり香ばしい香りが口の中に広がってきます。これ飯が進むぜ。食べた瞬間、こうピリッと口の中をシンクするんですが、その後にひき肉の旨味がジュワーッと広がり、まさにコーラン、ホワジャオのこの塊が入ってるんで、こうそれを食べると痺れてるのがブワッと出ますけど、これうまいわ。このご飯との相性が抜群で、ご飯をガツガツいきすぎると、ちょっとご飯が少なくなってきます。絶妙なバランスです。恐るべしコーラ。半分ほど食べ終えたところで、ちょっとご飯もなくなったところで、ここでおいからタイムといきましょう。おっと、これは何でしょうか。激辛スパイスハバネロ入りと、なんか見たことあるロゴだぞと、これを加えて限界の先に待っているうまみを求めていきたいと思います。ここは投入していきたいと思います。はい、ちょっと辛みが足りない方はこれで。この飽くなき激辛に対する探求心、お手並み拝見ですよ。いただきます。なんちゅう破壊力だ。辛さレベルが1ぐらいぐんと上がりました。辛さの向こう側にうまみを感じられる。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。コーラン川崎店さんの、麻婆豆腐辛さレベルマックス、辛さレベルじゃらららららじゃん、辛さレベル 5.5 です。おめでとうございます。
5.5 です。口に入れた瞬間にピリッとくる辛さの後に非常にこのひき肉の香ばしいカレーがふわーっと広がって、まさにこのご飯のお供としては最高なのではないでしょうか。非常にもうね、スプーンを止めずにサク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 食べれたと思います。辛みが足りない方はまあこういったね、香辛料、激辛スパイスやラー油とか調味料を加えるとよりこの旨辛麻婆豆腐を楽しめるのではないでしょうか。食べ終わった後口の中がこうヒリヒリしますけども、心地よいヒリヒリ感ですね。汗もかき、まさにカプサイシン効果で、まさにこの冬温まる激辛メニューではないでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新してますのでフォローお願いします。コーラ